いかにしてこうなんか綺麗なあの皆さんに愛されるガラスを作れるかっていうことばっかりにまあ集中しているようなところはあるんですけれども、作業してる時のまあ楽しさですかね。あの言うことなかなか聞いてくれないガラスをあのどうしたらこう製品にすることができるかっていう、なんかその難しさみたいなところにまずちょっと惹かれたというか。僕は割となんかこう職人みたいな感じの作家だと思うんですね。でも職人ではないと思ってます。ゼロからあのものを生み出していくというか、自分の発想で何が作りたいかを考えて、で自分の技術でまあそれを作ったりしてっていうのが僕なんか作家だと思ってるんですね。まあそういう意味で僕はまあガラス作家だと思うんですけれども、はい。普段使い の皆さん使うようなものをメインに作っております。結局仕事なんですね、私のしていることって。どっちかというとやっぱり普段使うもので人とコミュニケーションをとって、それで仕事にしていくのが、まあ、あの好きというか、うん、でまあコップだったりあの普段使うものを作るのが、まあ、主な仕事だったりします。自分らしさであったりガラスらしさであったりっていうのを追求するのがあのモットーであったりするんですけど、でもやっぱりこう独りよがりにならずに第三者の方が作ったものを認めてくれるような、うん、あのまあ、そういうところにやっぱり目指していますし、まあ、そういうことでこう喜びを感じたりっていうのはやっぱりありますね。やっとこうなんか好きなものが作れ出したというか、もうこれだけやってですね、だからまだ全然自分がなんか中堅だベテランだなんていう感覚はもう本当ないです。いつも思ってるのはあの約束を破らない、それがやっぱり第一かなっていう、あの私あんまり自分からその営業かけることがなくて、持ってきてくださる仕事をあのもう頑張ってやるっていうスタイルで、まあ、ずっとやらさせてもらってるんですけども、そのお客さんを落胆させないというか、もうまさにこうなんか納期を守るだとか、あの数をきちんと出すとか、そういうお客さんとの約束をきちんと守るっていうのがなんか仕事してる上ではあのとても大切に、思ってること、
あとまあその何だろう、敬意を払うとか相手に対して、うん、そういうことが大事かなって思います。僕らの仕事ってやっぱこう定年っていうものがないもんですから、どこまでまあやれるか分かんないんですけど、まあ、それで60歳以降に自分がどんな仕事をするかっていうのをなんか最近よく考えるようになって、今割とそのバリ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 毎日もう10個20個あのいろんな注文を受けてもうバン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 もう作りまくってるような状態で、60歳以降にそういうことができるかなって思うとちょっと自信ないところもあったりするんですけど、なんで多少仕事をセーブしつつ、もっとなんか突き詰めて自分の作りたいものを考えれないかなっていうふうに、今残り何年仕事できるか分かんないんですけど、だんだんなんかそういうことを考えつつあります。